黒岩瑠光から1920年、大正9年10月6日は、日本の小説家、思想家、作家、翻訳家、ジャーナリスト。兄は、黒岩司法の進む。本名は、黒岩天音六。黒岩瑠光のほか、甲骨古児、瑠璃光少子、霊願死等などの筆名を用いた。号は、古貝、民鉄、成長案、黒岩大。必要な取材を行うことから、 マムシの収録というあだ名がついた。改名は、黒岩院、収録類公中点古事。翻訳家、作家、記者として活動し、一万長報を創刊した。土佐国秋郡河北村大矢沢井島に、土佐藩合資黒岩一郎の子として生まれる。藩校文部館で官籍を学び、16歳で、大阪に出て、中野島専門学校に学び英語力を身につける。 翌年、上京して、成立学者や慶応義塾に進学するも、いずれも卒業せず、大阪時代から新聞への投書をはじめ、自由民権運動に携わり1882年には、管理侮辱罪により、有罪の判決を受けた。同盟会新新聞や太平三次の経営する、日本タイムスに、新聞記者として入社後、1882年に、送還された、 英理自由新聞に入社。2年後に主筆となり、語学力を活かして、記者として活躍していくも、後に本案小説に取り組むようになる。今日新聞に連載した、本案小説、法廷の美人がヒッとして、たちまち本案小説スターとなり、次々に新作を発表した。畜語訳はせず、現象を読んで筋を理解した上で一から文章を創作していた。 1889年、都新聞に、破格の待遇で主筆として迎えられたが、社長が経営に失敗。新たに社長に就任した、楠本正隆と衝突して退社。1892年に重宝者を設立し、1万、重宝を相関した。氏名には、よろず重宝の意味がかけられていた。タブロイド版の日刊新聞で、累孔の、鉄仮面。 白髪期、幽霊刀、岩屈王、アーム城などの代表作を次々に掲載したり、相馬家独殺騒動や、印紙連門協会といったスキャンダラスな出来事を、他市よりも長期にわたり、ドラマチックに報道することで部数を伸ばしていく。一時は、東京一の発行部数を誇り、最大発行部数は30万部となった。また有名人、無名人の愛人関係を、本人はもちろん愛人も、 実名住所職業入りで暴露した人気連載、平風一般、祝渡しの実例も、累郷の執筆によるものであった。こうしたスキャンダル報道だけでは、やがて大衆に飽きられて売れなくなると、瑠郷は、高徳周水、内村肝臓、酒井敏彦らといったインテリに三角を求めた。1901年7月には、理想団を、設立、人心の改善、 社会の改良を目指し、青年の人気を得た。しかし1903年になって、日露問題に非戦論を唱えていた、一万長報が、経営悪化を理由に改戦論に転じたことで、この三人の抗論客は退社している。1904年2月11日、東京カルタ会を作り、時脇クラブで第一回競技会開催。1911年に長報者より、 婦人雑誌、祝女上創刊。婦人問題について執筆し、おのし長論、ヨガ婦人館などを刊行する。シーメンス事件では政府を攻撃したが、続く、大熊内閣を擁護して、不評を招いた。1915年の個体展に際して、新聞事業の功労により、君三党に助せられる。同年に、長男のために、米丼や健康売り商の増屋商店を開業。 1920年、肺がんのため、東京帝国大学附属病院で死去。改名は黒、黒岩院、周六類校中天古寺。父の黒岩一郎は、高知上下から海岸線を東に40キロほど、行った秋群川北村で私塾を開いていた。先祖は、戦国武士の黒岩越前と言われ、その10代目の子孫の黒岩源氏が類校の祖,祖父に、あたり、 川北村で異業を営んでいた。その長男は異業に進み、次男の玄介は、孔師となり、歴学者となった。一郎は明治維新後上京し、大倉省に出資したまま郷里に戻らず、瑠孔が13歳の1875年に亡くなった。母の信子は、祖父、玄介の弟の次女で、一郎とはいとこ結婚だった。信子の兄圭介は、江戸に出て、 浅田飴で有名な浅田宗博に指示し、生産と交する医者になった。類璃子の上に、姉二人兄一人がおり、兄は、黒岩司法の進む、姉のため子は、土佐藩主、山内陽道の元手にで、東京銀座で委員を開業していた、旗タドン州に嫁ぎ、後に、千葉に移り住んで、キリスト教の布教と、地域医療に尽力した。類璃子は、生後すぐ、 父の弟の黒岩直方の養子となったが、実家で育った。直方は、大阪や東京の裁判所で判事を務めており、類璃光が新聞会に進んだのも、能方から漏れ聞いた裁判の話がきっかけだったという。能方の次男、ただし奴は後に類璃光の最初の妻の身内である、鈴木玉に向入りして、鈴木京次、長宝社内の万便社の編集発行人を務めた。 最初の妻、マサコとは、都新聞社長の山中館の売借で1891年に結婚した。マサコは、上野で下宿屋をしていた、家父、鈴木マスの娘で、ルイコーは一時仲間とそこに住んでいた。結婚後も母マスが同居し、母子ともども身持ちが悪く、母親とルイコーの中も噂され、マサコも、女性らと浮き名を流した。 政子とは三男を設けたが、マスの没後離婚した。政子との長男の黒岩秀夫は、万長法重役のほか、類麹が初代会長だった東京カルタ会の二代目会長を務めた。次男の信光は類麹の兄、黒岩司法の進むの養子となった。1905年より、都新聞元社長山中間の娘、花子を養女に迎えて、 女学校を卒業させ、三菱銀行上海支店長、大村徳太郎の妻だった、花子の姉が病没したため、その後添えとして嫁がせた。1910年に赤坂の芸者、坂江を5歳に迎えた。坂江は本名を大友清子と言い,い、徳川家の直さんだった大友義則の五条だった。清子とは四男、伊豆の西を設けた。 清子には連れ子とも瑠子との実子とも言われる娘、染子がおり、万長法に長く勤めて、瑠子の秘書的な仕事をしていた、前田耕作と結婚した。前述の瑠子の甥、い、ただしやつと結婚した、鈴木玉は、戸籍上は、瑠子の最初の妻、雅子の母鈴木松の兄で、植木屋の鈴木亀吉の諸子であるものの、類子の実施を匂わすような発言をして周囲から、 うとまれることもあったが、夫没後に重宝者に入って、女記者として働き、生涯、類校の検証に励んだ。元芸術院事務局長の鈴木つとむは、玉の次男。類校は100以上もの外国小説を本案している。青年時代に語学の勉強のために輸入された廉価本を読み漁った。そのうちで面白いと思ったものを、 再下縁流行に書かせた二要素を教新聞に掲載したが面白くならなかったため、自ら法廷の美人を執筆した。代表作には以下のような作品がある。はっとりとしなが、地有名人の執法侵犯人体編百十八ページ、A.B.Y. 広し、作家の臨終ポヒひち百三十三ページ、A.B.C.D.E.F.G.H.I。 黒岩大とは、誰なのか、瑠光伝のために、奥武則、法政大学社会学部学会、社会資林巻6五、2 0 1 4 a b e 日本の創造力、近代、現代を開花させた470人、第七巻爆心から熟成へ、日本放送出版協会、1992、P329 から331、古本屋は103、黒岩瑠光と出版、 小田光雄出版、読書メモランダム2011年6月よ、ABC、黒岩涙高伝、伊藤秀夫、国文社、1975、P69 から 70AB、平風一般畜目かけの実例黒岩涙、高、社会思想者、1992、P109、中から200、1人一種研究資料集、第4巻、吉海直人、と、 クレス出版 2004P58ABC 黒岩収録人事更新6第4版大正4年1月黒岩涙光伝、伊藤秀夫国分社 1975P2245 年記者生活松井博吉著書は4黒岩涙光伝、伊藤秀夫国分社 1975P4 黒岩涙光研究 伊藤秀夫、幻影城、1978、P32、黒岩涙光電、伊藤秀夫、国文社、1975、P93、探偵実話、黒岩涙恋いた桃、リブロポート、1992、P344 探偵作家、雑誌、団体、証明事件マイナス、血の文字、新自信かな青空文庫、従来、 この作品が原作とされていたが、小森健太郎が現象を取り寄せて読んでみたところ、妖精物語であり、国のものの原作ではなかった。幽霊島、新地震かな青空文庫、漢方号外、助人及び、事例1915年11月10日。ありがとうございます。